Castillo looking to finish it here. He goes down again. はい、こんにちは。今回はダウンの応酬、大逆転のあった非常に興奮した世界タイトル戦を4試合紹介いたします。WBC 世界ライト級王者ホセ・ルイス・カスティージョと WBO 王者のディエゴ・コラレスの2人の世界王者が高い技術を駆使しながら1ラウンドから打ち合い大激闘を繰り広げました。カスティージョはメイウェザーを一番苦しめたボクサーとして有名で、一方コラレスは前の試合では当時全勝を誇っていたアセリのフレイタスを KO し注目されていたのです。メキシカンのカスティージョは手数が多く上下に打ち分けるコンビネーションが多彩です。一方のコラレスは180センチメートルと長身ながら接近しての打ち合いが非常に得意なボクサーなのです。さまざまな角度から連打を集めて攻勢に出るカスティージョですが、コラレスは破壊力のあるパンチで反撃し、攻防が目まぐるしく変わっていく展開で、両雄はお互いにペースを譲りません。一進一退の攻防が崩れたのは第10ラウンドで、カスティージョが立て続けにダウンを奪います。これまでのダメージの蓄積もあり、試合は決まったと誰もが思いましたが、コラレスは驚異的な反撃を見せるのです。絶体絶命のコラレスがなんと捨て身の攻撃に転じるのです。全勝の WBC 王者アンドレ・ベルトに強打のビクター・オルティスが挑んだ一戦は、オルティスがファーストラウンドから飛ばします。踏み込んで強いパンチを放つオルティスは初回早くも2つのダウンを奪います。2ラウンドに波状攻撃を受けていた王者ベルトが右カウンターを一戦します。ダウンしたオルティスはそれでも積極的に前に出て強い攻撃を決めながらとにかく攻めるのですが、ベルトは徐々にパンチが見えてきたようでクリーンヒットを外しながらカウンターを狙っていきます。6ラウンドはベルトのカウンターがたびたび入り、オルティスのリズムが乱れ、ここでベルトの右カウンターがジャストミートします。ダメージは深刻でなんとか立ち上がったのですが、ベルトが右ストレートや左フックで襲いかかり、オルティスは絶体絶命のピンチです。終盤もお互いが意地をぶつけ合って打ち合いますが、オルティスが気迫とパワーでベルトの攻撃を跳ねのけ攻勢に出ます。そして最終ラウンドも両者打ち合いますが、試合は判定決着となります。
WBC 世界スーパーフェザー級王者となったラファエル・リモンに、元 WBC フェザー級王者ボビー・チャコンが挑戦しました。両者の対戦は4度目の対戦で、過去1勝1敗1引き分けの対戦成績なのでした。リモンは辰吉選手と2度戦ったビクトル・ラバナレスに似たスタイルのファイターで、荒っぽいパンチを序盤から上下に叩き込んでいくのです。中盤もリモンは相変わらず荒っぽいパンチを集めますが、チャコンも反撃を繰り返し、両者攻防が頻繁に入れ替わる展開となります。中ラウンドにはチャコンが猛攻撃を見せ、形勢逆転となりかけましたが、リモンの左がカウンターで飛んできます。ダウンを奪ったリモンがまたもや荒っぽく攻め立てますが、チャコンも負けてはおらず連打を返し、逆にリモンが棒立ちとなります。迎えた最終ラウンドの試合終了直前に、ついにチャコンのパンチが爆発します。WBO 世界ヘビー級王座決定戦でバート・クーパーとマイケル・モーラーとが戦いましたが、両者初回から激しく打ち合います。バート・クーパーはサウスポー対策として右パンチを多用しながら、強いパンチの連打で襲いかかります。24歳のモーラーは回復が早く、反撃の中で強烈なカウンターから逆転します。今度はモーラーが仕留めに行く番で、サウスポーからの右フックと右アッパーを効果的に使いながら倒しに行くのです。3ラウンド、息を吹き返したクーパーは左右のフックをガードの上から10発近く叩き続け、モーラーのガードを破壊します。迎えた第5ラウンド、クーパーは相変わらず前に出ますが、モーラーはガードを固めてクーパーの隙を伺います。そして得意の右フックから活路を見出し、10発以上の凄まじい連打をクーパーに当てます。レフリーが試合を止め、この瞬間マイケル・モーラーがヘビー級史上初のサウスポーの世界王者となったのでした。マイケル・モーラーは2年後にはディフェンダーホリフィールドを破ってWBA と IBF のベルトを奪取しますが、45歳のジョージ・フォアマンに敗れてしまうのです。この試合は1ラウンドからほぼ全てのラウンドをモーラーが取っていたのですが、10ラウンドにフォアマンに大逆転を許してしまうのです。